い、皆さんこんにちは。今日は和歌です。前回の解説で掛け言葉は景物と心情にかかるんだよ、これが大事なポイントなんだってことをお伝えしたと思います。今日は実際の入試問題、京都教育大で出題された問題を引用しながら、まさにこの景物と心情の大切さというのをしっかりとね定着させていきたいと思います。まずは問題に回答してみましょう。どうぞ。さあ、よろしいでしょうか。答えのイメージは湧きましたかね。やっぱり景物と心情の意識すごく大事ですよね。いずれにしても和歌の問題なので、いきなり和歌を責めるのではなく、前に書かれている内容をしっかりと理解できるからこそ、和歌の中でも景物と心情に掛け合わすことができるんですよね。まずは単語を少しフォローを入れておきましたので、あらすじを今一度確認してしまいましょう。下野の国に男と女が住んでいました。年頃は長年という重要単語ですよね。長年一緒に暮らしていたんだけれども、男グリーンと丸は新しい奥さんを作って心変わり果てて、心変わりをしてしまって、この家にあるものを今の新しい奥さんを元へ、この逃りという表現は英語で言う go to の to にあたる前置詞のような使い方です。実際にこれ明治大学の入試問題で逃りの部分、現代語訳問題で聞いてきているんですね。もちろん記号選択ではありましたが、単語チェックで覚えておいて損はないと思います。改めて、新しい奥さんの方へ全部持って行ってしまったよと、かわいそうな話ですよね。そしてただ残されたものは馬舟のみなんありける貝羽桶だけが残されたと。貝羽桶なんてあってもいらないですよね。馬が餌を食べるときに草とかを入れる箱のことですよ。それを貝羽桶って言います。こんなものだけが残されて、あと全部実用的なものも含めて男は新しい奥さんのもとに持って行ってしまったんですね。で、それをこの男のずさ、まかじと言い切る藁を使い切るして、はい、これが和歌にも出てくる非常に大事な登場人物ですが、まず従者と書いて古文単語はずさと読むので、読みの問題気をつけておいてくださいね。で、この男の従者であるまかじ、名前ですね、まかじくんという従者を使いとして送ってきて、この船をさえ取りに起こせたりと。もちろん船というのはここにできている馬舟のことだよっていうのはしっかりと結びつけておいてください。ってことは、この一見すると全く必要そうに思えない貝羽桶までも取りによこしたんだって、もう何もなくなってしまったんですね。女の家からは本当に何もなくなってしまった、そんなすごくすごくマイナスな状況において、女がまかじに託した歌なわけですよ。ってことは、女の心情をまずしっかりと取っておくのであれば、今置かれているこの状況というのは間違いなくマイナスの状況であるということはしっかりと確認取ってあげたいですよね。で、和歌を見てみましょう。船も犬、まかじも見えじ、今日よりは。この上の句の部分は実際に問題の中で答えが記されているので、上手にヒントとして使ってあげたいですよね。かつここで景物と心情にかかっている感というのをまずは決着つけちゃいましょう。すると直訳をすれば船が行ってしまったという話ですが、普通に船といえば一般的にはこちらのイメージをしますよね。ただもちろんこれは本文の内容とは関係ないはずなので、景物として扱っておきましょう。だって海を航海してますみたいな話だったらともかくですが、今回の話船出てきてないですもんね。っていうことは、船で実際に言いたいものは何ですかと言われたら、間違いなく馬舟のことが
言いたいことですよね。なのでこちらを心情と置いてあげれば、ボートの船が行っちゃった話ではなくて、馬船もつまり貝羽桶もついに行ってしまったという事実ベースに基づいた、ここですよね、馬船までも持って行ってしまったという状況にぴったりと一致するわけですよね。それを考えながら和歌の解釈を作っていくっていうのはものすごく大事なので、ここでまず掛け言葉が景物と心情にまたがっているけれども、実際に言いたいのはどっちですかって言われたら、もちろん心情側の貝羽桶、これが言いたいことなんだっていうことを必ず押さえてあげてくださいね。ってことで同じノリで見てみると、マカジもミエジ、これも直訳をしてみればマカジも見えなくなるだろうなんていう言い方をしているんですが、マカジっていうのも答えから見てみれば、船の舵、これいわゆる船を漕ぐためのオールってやつですよね。でもこの船を漕ぐためのオールって今の話と全く関係ないですよね。なのでこちら側が自然描写として景物と捉えてあげればいいですよね。逆にもうマカジといえば皆さんいいと思います。従者の名前マカジ君だったことをしっかりと思い出してあげれば、間違いなくこの人名としてのマカジが実際に言いたい心情であるということはもうこれは明らかですよね。だから船が行ってしまって漕ぐための道具もなくなってしまった、そんな話ではないけれども、貝羽桶も持っていかれてしまって、そしてきっとマカジ君、あなたももう会いに来てくれないでしょうって、こんな感じで解釈してあげれば女の辛い心情というのがしっかりと述べられますよね。そこは書いておきます。はい、そうするとこのノリで後半戦残り2つの掛け言葉を戦いましょうねっていうのが今回の方向性として見えるじゃないですか。だからしっかりと景物側もなんか船の話とか海の話しているよねっていうイメージ感はしっかりと持ち合わせながら下の句を読んでみたいですよね。浮き世の中をイカで渡らん、そう言っています。じゃあどうでしょうかね。やっぱり掛け言葉を探すときにどうしても期待してしまうのがひらがななんですよ。これほとんどの大学において掛け言葉を探しなさいという問題は安心というかラッキーなことにひらがなで書いてくれてることが多いです。漢字で書いちゃうともう先入観で分かんなくなっちゃうんですよね。ただ有名大学でいうと立教大学とか結構漢字のままわざと出してくる時があったりするので、自分の大学のレベル感によっては漢字の出題もあり得るよっていうことはちょっとね頭の隅っこに入れといてくれるといいと思います。でその上で一番最初に注目したいのがここですよね。浮き世の中の浮きにチェックを入れてあげてください。はい、浮き世と言われた時に実際女のマイナス心情からイメージしてあげると浮き世の漢字がしっかりと辛い世の中というニュアンスで浮き世だよねって、これ正直言って古文単語としてもめちゃくちゃ大事じゃないですか。辛いというマイナスの心情が今和歌を読んでいる女の気持ちにぴったりと一致しているので、これは間違いなく漢字表記できそうですよね。じゃあ逆に景物側どうですかって言われたら、さっきの話を思い出してみましょう。今回青字で結びついている景物側のラインは全て船とか海の話になってますよね。いや、じゃあ船が海に浮き、船が海に浮きと言われたらやっぱりプカプカ浮いているっていうイメージ、この漢字を書いてあげれば本文の
言いたい内容とは関係ないですが、形物つながりの掛け言葉としてしっかりと押さえることができますよね。なのでここを形物として処理できるかどうかっていうのが大事な答えのポイントじゃないでしょうか。これが1点目です。そしてもう一つ大事な情報で言っておきたいのが、雨季という掛け言葉はなんか参考書でも何でも構わないんですが、暗記リストにほぼ間違いなく載っている品質中の品質の掛け言葉になっています。なので見た瞬間これっぽくないですかって思えた方が受験生的には早いし正確ですよね。これは強く暗記をお勧めしておきたいので、見つけられなかったよっていう人はもちろん理由も大事なんだけれども、理屈抜きの暗記も必要だっていうことは今一度ね頭の中に入れておきましょう。さあそしてもう一個いきます。いかで渡らんが全部ひらがなになっているので、ここはしっかりと見つけていきたいですよね。ちょっと全体の文を取ってみると、貝羽桶も持ってかれてしまった、マカジ君ももう来てくれることもないでしょうと、今日から私はこの辛い世の中をどうやって渡っていけばいいんだろうか、もう本当にね胸が痛くなるような和歌じゃないですか。すると今回チェックを入れたいのは、いかでという古文単語、どうしてほにゃららかという現代語訳以外に特にね漢字表記ができそうにないんですよね。なんか海関係で行くんだったらタコとイカみたいな、イカとかいけそうな気はするんですが、残念ながら掛け言葉にないんですね。ある程度はやっぱり知識の範疇として、いやイカは出てこないよみたいな感覚ももちろん大事だと思うんですよ。でそこで今回線を引くのがここですね。わたらとわたら、これ漢字で表記をすれば全く同じ漢字を書くんですが、意味合いで捉えていくと、どうやって世を渡っていく、その渡るのニュアンスというのはこれあくまで生きるみたいな意味合いで使えますよね。あるいは生活するとかそういう感じでもいいけれども、だから私はこの先この辛い世の中をどうやって生きていけば、どうやって過ごしていけばいいのでしょうか、なんていう訳し方をすれば、これは移動するという意味ではないんですね。掛け言葉って漢字が同じであったとしても語源が違えば、つまり意味としての使い方が違えば掛け言葉が成立するよっていう、そういうセッティングがあるんですよ。なので今回は生きる、世を渡るニュアンスでしっかりと心情側を捉えたいですよね。じゃあ逆に景物側の渡るはどうですかっていうと、船が海の上をぷかぷか渡っていく。でしかもこの歌がめちゃくちゃうまいなと思う理由が、景物側もきちんと和歌が成立しているんですよね。船が行ってしまって船を漕ぐためのオールももう見えないだろう、そうしたら今日からどうやってぷかぷか浮かびながら船を移動させればいいのかみたいな、景物側だけでも実は和歌できちゃいますよっていうのがめっちゃすごいですよね。この2つのストーリーが噛み合わさっている、これが昔のうまい和歌と言われるものですよね。なのでこっちは普通に移動するというニュアンスで渡ると訳してあげればバッチリと掛け言葉が取れますよね。なので答えの書き方としてはこっちは漢字表記でいいと思うんですよ。浮きと浮きが掛け言葉になっていて、逆に下の書き方は移動するという意味の渡るに対して生きるとか過ごすという意味の渡るが掛け言葉になっている、このぐらいで記述をしてあげれば十分正解が取れると思います。はい、ということで少しね長く丁寧に解説をしてみましたが、掛け言葉の考え方、景物と心情は必ず押さえておいてください。重要な回だったと思います。少しししますかね。はい、どうぞ。さあということで、この掛け言葉のシリーズも好評であればどんどん続けていきたいと思いますので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、ベルマークの通知登録もぜひともよろしくお願いします。今日は以上です。お疲れ様でした。